瀬波大祭本祭りと魚行列瀬波大祭よい祭り、瀬波大祭本、祭り波大祭は、新潟県村上市で、毎年9月3日から同4日にかけて行われる、瀬波神社の礼大祭。西内いよいよ、羽黒神社の礼大祭である、村上大祭及び、石船神社の礼大祭である、岩泉大祭と並ぶ村上市の三大祭りの一つとされている。 瀬波神社、瀬波神社は、第五天皇の命により編纂された、演技式神明朝、延長五年完成において、元戦軍発射の中に記載されており、1200年以上の歴史がある、式内社である、祭神は、捕食人で食物を司る神様とされる。長く当地では、騎士宮騎士大名人と呼ばれていたが、明治以降は、古来の呼び名である、 瀬波神社に統一されている。縁起式神明町岩船組八社一石船神社、村上市岸線三日、市2、神原神社、村上市五石3、瀬波神社、村上市瀬波浜町四荒川神社、村上市小岩内五滝神社、村上四岸毛先6、漆山神社、村上市武道七桃川神社、村上市桃川八港神社、 村上市七港以上の岩船群発射は平安時代の朝廷が地方を統治する上で勢力範囲内の拠点となる神社を掲載している。石船、神原、瀬波、荒川、滝、港は当時の海上の運搬の拠点となる港の近くであり、漆山、桃川もで和国へ出るための拠点となる集落が存在していたと思われる。石船が一番に 瀬波が3番に挙げられていることから、当時の石船神社及び、瀬波神社の一帯は、人口も多く、祭神も古くから行われていた。紀比神宮の祭神、紀比大神が都会し、瀬波の地に上陸したことによるとする伝承があり、瀬波大祭の由来は、この来航上陸に関する伝承であるとされている。瀬波の地名は、上陸の際に瀬に波を受けて、 予期せの波かなと言われたことが由来とされ、その時に随行した家来が、この地に住む伊藤部、磯部、小、勝部、吉田の先祖であると言われている。瀬波大祭は、紀飛大臣の瀬波への来航上陸を祝うものであり、大祭では神霊を乗せた御輿の後ろに、都会船に牲られた屋台を先頭にして、計5台の屋台行列が、瀬波の町内を練り歩く。 紀比神宮の霊祭が毎年9月4日に行われていることから、瀬波大祭も同時期に開催されている。また、紀比神宮の主祭神である、伊佐沢家の命は、社殿、紀比宮社記の中で、捕食人とされており、祭神も同じである。紀比神宮の霊祭が毎年9月4日に行われるようになったのは、702年、旧暦8月4日に、祭神である。 伊佐沢家の命と、中愛天皇、神宮皇后、日本穂高、王神天皇、玉器命、竹内つくね命を合祀したことにちなむとされている。このことから当初は、旧暦8月4日に行われていたが、新暦に変更する際に9月4日に変わった。瀬波神社も日程は、騎士神宮に習っており、同じように変更されたものと思われる。 方角石瀬波浜町昔の瀬波港は、室町時代以降は水戸七港の土崎港から今町港への経由地であり、また、江戸時代以降は北前船の寄港地として、越後村上藩の会場の玄関口であった。現在の浜町の海岸沿いの丘陵の上には、江戸時代に設置された方角石が残されている。村上藩はここに、 沖の口番書と呼ばれる番書を設け、港に出入りする船の確認、積み荷の検査、税の徴収などを行っていた。宝永年間はじめに、村上藩は十五万国となると、梶川以北の領内の年具米は、瀬波のオクに運ばれ船積みされていた。その後五万国に減報され、瀬波港の開米は、打ち切りとなるが、藩の物資の搬入、搬出は続き、 海沿いの浜町、新田町、横町は、海鮮丼や、蒸気茶屋が立ち並び大変に栄えていたと言われている。港の繁栄とともに、大祭も豪華さを増し、引き回される屋台も増えていった。1885年に、瀬波大火が起こるが、その際に消失してしまった浜町と新田町の屋台は、追手、タ黒、金箔が塗られ、 町内の繁栄を示すように大きなものだったと言われている。1914年に、上越線が開通すると、物資の輸送は鉄道へと移っていき、次第に港は衰退してしまった。おしゃぎり大祭では、おしゃぎりと呼ばれる屋台が引き出される。おしゃぎりは、大祭に参加する瀬波の浜町、中町、日田町、上町、学校町のご町によって出され、 各張ごとに特色があり、2階には、乗せ物、2階後方には、見送りが飾られている。見送り、おしゃぎりの構造は、関東地方や、祇園祭りなどの出汁に見られる四輪ではなく、2輪型の出汁で、方向転換がしやすい。同じような構造の2輪屋台は、新潟県の下越地方、遠州の掛川祭りなど東海道沿いに多く見られる。 いつ頃から屋台が引かれるようになったかについては分かっていないが、瀬波神社自体は縁起式神明朝に記載され1200年以上の歴史があり、なおかつ紀比神宮と祭礼の日程が同じことから、岡倉などの祭礼は当初から行われていたものと思われる。瀬波の三面川川口に位置する地形上の問題から河川の氾濫による洪水、地震による津波などに見舞われ、 また1885年の大火災と何度も災害に遭い、神社の歴史、大災や屋台に関する資料が流出、消失しほとんど残っていない状況である。神社の位置も横丁に行った町浜城と再建の際に移動したと言い伝えられている。おしゃぎり自体の資料からわかることとしては、上町で保管されている部品や道具の箱書きから、京方年間にはすでに製作され、 引き回されていたと見られている。瀬波のおしゃぎりと、その他の村上市内のおしゃぎりの違いとしては、瀬波の屋台は、異性よく、引き回され、気遣りで走ることもあるため、大勢で引けるように、すべての屋台が三本手である。さらに手の先には米俵に使われる三だわらを、ガチガチに縄で巻きつけたもの。 これをサンバイスと言い、激しく落としたり吸ったりした時のクッションの役割を果たしている。一番屋台浜城おしゃぎり1885年に瀬波で起きた大火災のため消失、その後再建される。乗せ物の御船様はおしゃぎりと別に保管されていたため、火災の際に町内の人たちの手により、避難、一部を損傷したものの、その後に修復したと言われている。 個人の話によれば、港町として栄えた浜町は、その繁栄を示すように消失前の屋台は、非常に大きく、道を U ターンできず、広い場所でないと回せなかったと聞いている。近年、屋根や2階の彫刻などを回収している。2番屋台中町をし切り1794年に、村上の大工長が、屋台心臓の際、180巻分で、 セナミ中町に売ったとの記録が残っている。村上では、魚町がエビス様を飾っており、当時は別の装飾の屋台だったと思われる。現在は、エビス様にちなんだ波などの彫刻が施され、大部分が改装され、現在の中町の屋台になっている。1794年に買ったということなので、最初に大工町が作った年代は相当古いことになり、 現存する村上市内のおしゃぎりでも一番古い可能性もある。最初の制作年がわかる文献等がないのが残念である。3番屋台新田町おしゃぎり浜町と同様に1885年の大火災により消失以前は乗せ物が補填様であった。1949年に再建される再建当初は庭家屋台であったが、 その後の改修で大七社のおしゃぎりとなる。再建の際に乗せ物をおみきどっくりにしたのは、三船様に、エビス様、おみきどっくりに、大黒様と組み合わせが良くなるようにしたと言われている。日田町は、ボム歌や木槍の際、手技を下した状態の時に、手技の上に乗って歌うが、これは、昭和50年代後半までは、中町以外の瀬波の屋台は、すべてやっていた。 しかし、屋台の老朽化を促進してしまうことから、次第に手儀に乗るのを止め、現在では、新田町でしか見ることができない。手儀に乗って歌うボン歌は盛り上がり、勇壮な背波大祭を象徴するものである。四番屋台城町おしゃぎり歴史のある屋台で、収蔵されている道具箱に七7 1 9年の記載が残っている。 背波のおしゃぎりは引き方が荒いために破損することが多く、大部分は補修、回収されているが、一階欄間のネズミとブドウの彫刻は当時のままと言い伝えられている。見送りのカラコはカラコ人形が2体あり、これは村上市内のおしゃぎりの中でも唯一の作りとなっており貴重なものである。五番屋台学校町おしゃぎり町内自体が新しく、 1987年に、にわか屋台として作られた。乗せ物は、町内の名前に由来し、学問の神様である天神様。1996年に王を七社、見送り、破風などが大改修され、おしゃぎりとなる。宵い祭りは9月3日お昼過ぎから、おしゃぎりが、各町内を引き回されることにより始まる。本祭りは9月4日の4時頃から、太鼓を打ちながら、うじ子の、 全町内を練り歩く、これを戦太鼓と言い、祭り開始の合図となる。その後、6時頃から、おしゃぎりを町内で引き回し、9時頃に、瀬波神社前で整列する。9時過ぎに、神社において、神霊を御しへ移す神事が行われ、10時頃、御しを先頭に5台のおしゃぎりが並ぶと御行列が、開始する。おしゃぎりの先頭は、 ケヒ大臣人を乗せる三船様の浜町をしゃぎりである。行列は一階の楽屋で林を演奏し、手技の引き手がボム歌を歌いながら、各町内を夜までかけて練り歩く。9月4日14時頃、横町の坂の下で木槍歌を歌った後、金大工を打ち鳴らし坂を威勢よく駆け上がる。横町の坂での木槍9月4日20時頃、 浜町の瀬波神社前の坂の下に集合したおしゃぎりが木遣り歌を歌った後、金大鼓を打ち鳴らし坂を威勢よく駆け上がり、祭りはクライマックスを迎える。中でも中町の木遣りは、昔からの伝統を忠実に守り、歌い手も木遣り保存会に所属する人たちが歌い上げる。そのため、非常に荘厳で厳格な雰囲気が漂い、祭りのフィナーレにふさわしい。 昔は、城下町柴田ふるさと祭りの帰り台話のように、喧嘩祭りだったと聞いている。4日の夜に、浜町の坂へ向かう途中、祭りを早く終わらせないように上町のおしゃぎりが、中町のおしゃぎりの行く手を阻み、毎年そこから喧嘩が始まったと言われている。町内同士の揉み合いの末、祭りが翌5日の朝まで続くこともたびたび起こり、 いつしか運営上の問題から喧嘩祭りの様相は消えてしまったようである。ありがとうございます。